東京ディズニーランドのレストラン。東京ディズニーランドのレストランは、東京ディズニーランド内に設置されたレストランの一覧である。現在あるレストランは、エリア別に50音順となっている。アイスクリームコーンは、カウンターサービスのアイスクリーム専門店。アイスクリームのほか、シャーベットを販売している。座席は屋内外合わせて、約170席。スポンサーは、明治、2011年。 平成23年3月までは、明治入業。プライオリティシーティング取扱いレストランイーストサイドカフェは、パスタ料理がメインのテーブルサービスのレストラン。座席は、約250席。フリーリフィル、フリードリンクを実施している。スポンサーは、山崎製パン。2006年、平成18年3月17日のリニューアルまでは、 肉料理を中心としたグリル料理がメインだったが、パスタ料理を扱っていたスイートハートカフェがリニューアルされパスタ料理が悪くなるのに、伴いこちらの扱いとなった。グレートアメリカンワッフルカンパニーは、ワッフルをはじめとしたサンドウィッチやラップサンドなどの軽食を扱うカウンターサービスのレストラン。座席は屋内外合わせて約120席。 このレストランのメニューにあるミッキー型のワッフルはパークを代表する歌詞の一つ。1998年7月17日オープン。スイートハートカフェはデザートやベーカリーなどの軽食を扱うカウンターサービスのレストラン。スポンサーは明治2011年3月までは明治入業。1993年4月15日、アイスクリームパーラーの跡地にオープン。 以前は様々な種類のパスタなどを扱うテーブルサービスのレストランだったが2006年2月20日をもってクローズ。同年4月27日にリニューアルされる。センターストリートコーヒーハウスはテーブルサービスのレストラン。開園と同時にオープンし営業時間が比較的長い。午前10時までは朝食メニューを販売。内装。 外装ともにアールデコ様式で統一されている。フリーリフィル、フリードリンクを実施している。スポンサーは UCC 上島コーヒー。長らくプライオリティシーティングの対象ではなかったが2015年12月1日から導入され2018年2月28日をもって対象外となった。2016年1月12日から3月5日の改装を経て 3月6日にリニューアルオープンした。今までは、エビフライやハンバーグ、サンドウィッチ、チキンカレーなどのファミリー向けのメニューを扱っていたが、ワンプレート料理へと移行した。これに伴い、メインディッシュの単品での注文はできなくなった。同時に、朝食メニューはパンケーキからパイへと変更された。リフレッシュメントコーナーは、ホットドッグや、 フレンチフライなどの軽食を扱うカウンターサービスのレストラン。座席は屋内外合わせて約180席。外のテラス席からはシンデレラ城を眺めることができる。内装は暖色系の色で統一されている。スポンサーは日本コカ・コーラで、店内には昔のコカ・コーラのロゴが描かれたポスターも貼られている。カフェ・オーリンズはカウンターサービスのクレープ専門店。 座席は屋内外合わせて約190席。甘いクレープ以外にもソーセージが入った甘くないクレープなど様々な類を扱うジャズバンドロイヤルストリートシックスの演奏が行われていた。クリスタルパレスレストランはブッフェスタイルのレストラン。スポンサーは明治2011年3月までは明治入業。開園時間直後からは朝食限定の ディズニーキャラクターブレックファストを実施しており、ディズニー映画、熊のプーさんに登場するプーさんやティガー、ピグレットなどのキャラクターが、各テーブルをグリーティングに回り、写真を撮ることなどができる。キャラクターブレックファストを実施している時間は、ブッフェスタイルではなく、セットメニューになる。ただし、開演時間が10時の場合は実施されない。2005年7月20日にリニューアルし、 バフェテリアサービスから、ブッフェスタイルに変更された。2014年4月1日より、プライオリティシーティングが導入された。ただし、ディズニーキャラクターブレックファストは、対象外。2016年1月11日から2016年4月14日は、プライオリティシーティングのみ受付。当日がらんでも入れない。ディズニーキャラクターブレックファストは、 通常通り開園から先着順の受付。2016年4月15日よりディズニーキャラクターブレックファストもプライオリティシーティングの対象となった。ディズニーキャラクターブレックファストは当日予約はできない。ザ・ガゼーボはカウンターサービスのレストラン。かつてはスープ専門店であった。現在はブレッドコーン専門店。座席は屋外のみで約110席。 夏場は、シェーブアイス、かき氷を扱う。スキッパーズギャレーは、照り焼きチキンレッグのみを扱うワゴン。1997年7月19日オープン。昔は、スモーク BBQ チキンレッグを取り扱っていた。スクイーザーズトロピカルジュースバーは、カウンターサービスのレストラン。現在はサンデーをメインに販売している。昔は、フルーツジュース専門店であった。 以前はドールがスポンサーだったが、現在は交番している。チャイナボイジャーは、ラーメンや天津など、中華料理を唯一扱うカウンターサービスのレストラン。座席は屋内外合わせて、約260席。通常販売している麺の他に、季節限定の麺が、メニューに出ることもある。テーブル席の一部は、ボイラールームバイツと共用になっている。パークサイドワゴンは、 パーク名物のチュロスの実を扱うワゴン。チュロスの味はシナモンチュロスの実イベント時期を除く。ワールドバザールとアドベンチャーランドの境目付近に位置する緑のワゴン。昔は赤かったがワゴンがリニューアルされた。フレッシュフルーツオアシスは生の果物やミネラルウォーターなどを扱うワゴン。昔はリンゴやオレンジを丸ごと売っていた。現在は フレッシュフルーツカップとしてカットされたものの詰め合わせを販売している。陶器は温かいペットボトルの販売もある。ボイラールームバイツはミッキーマウスマンやミニーマウスマンを扱うカウンターサービスのレストラン。座席は屋内外合わせて約170席。以前はボイラールームバーベキューという名称で串焼きや焼きおにぎりなどを販売していたが、 2003年3月5日にリニューアルし今の店舗になった。テーブル席の一部はチャイナボイジャーと共用になっている。ポリネシアンテラスレストランは東京ディズニーランドで数少ないショーを見ながら食事ができるレストラン。座席は約230席。昼と夜でそれぞれ異なるショーを上演しており、メニュー内容もそれぞれ異なる。昼はリロのルアウファンを 夜は、ミッキーのレインボールアウが上演される。また、このレストランは、完全予約制で、東京ディズニーランドのホームページで受け付けている。スポンサーはキッコーマン。このようなタイプのレストランは、他にウエスタンランドのザ・ダイヤモンド・ホース州がある。キャンティーンは、ウエスタンランドのトム・ソーヤ島にある、唯一の店舗。カウンターサービスのレストラン、トム・ソーヤ島にあるため、 この店舗に行くには、アトラクション、トム・ソーヤとをイカダに乗らなければならない。イカダの運行終了の1時間前くらいには、閉店してしまう。かつては、ブレッドやシェイクを扱っていた。ザ・ダイヤモンド・ホース州は、東京ディズニーランドで数少ないショーを見ながら食事が、できるレストラン。完全予約制で、東京ディズニーリゾートオンライン予約、購入サイトより予約が可能。 昼と夜でそれぞれ異なるショーを上演しており、メニュー内容もそれぞれ異なるが、どちらもコース料理。昼はトイストーリーシリーズのキャラクターであるウッディやジェシーらが登場るホースシューラウンドアップを、夜はミッキーマウスやミニーマウスが登場するザ・ダイヤモンドホースシュープレゼンツミッキーカンパニーが上演される。店名のホースシューホースシュとは馬の蹄鉄のことで、 このレストランのレイアウトが馬の邸鉄のような形をしていることに由来、以前はスルーフット数のダイヤモンドホースシューという名称だった。このようなタイプのレストランは他にアドベンチャーランドのポリネシアンテラスレストランがある。チャックワゴンはスモークターキーレック専門のワゴン。また夏限定でトウモロコシも販売していたが現在は販売されていない。 プラザパビリオンレストランはハンバーグやエビフライなどファミリー向けのメニューを扱うバフェテリアサービスのレストラン。座席は屋内外合わせて約400席。園内最大のパティオが特徴的な建物である。このレストランの隣にはプラザパビリオンバンドスタンドがあり、そこで公演されているスーパードゥーパーヤンピンタイムをテラス席から鑑賞することもできる。スポンサーはプリマハム。 ペコスビルカフェはメープルチュロスなどの軽食を扱うカウンターサービスのレストラン。座席は屋外のみで約60席。かつてはトルティーヤラップサンドを販売していた。グランマサラのキッチンはドリアやシチュー、ハンバーグなどの洋食が中心のカウンターサービスのレストラン。座席は屋内外合わせて約530席。スペシャルイベント開催時には スペシャルメニューが登場する。2003年にメニューをフルリニューアルした。店内はとても広くゆったりとした雰囲気なので人気は高くよく混雑している。ラケッティのラクーンサルーンはトルティーヤやソフトドリンク、チュロスを扱っている。チュロスはメープルマジ。ラケッティとはクリターカントリーのバックグラウンドストーリーに登場するアライグマ、天名の ラクーンラクーンは、アライグマの意のこと。キャプテンフックスギャレーは、ピザを専門に扱うカウンターサービスのレストラン。座席は屋内外合わせて、約210席、トルバドールタバンと共有。シーフードピザと、ベーコンとパイナップルのピザの2種類がある。また、パレードルートに面しているので、テラス席に座りながら、パレードを見ることができる。クイーンオブハートのバンケットホールは、 スープや肉料理、サラダ、エビフライ、デザートなどを扱うバフェテリアサービスのレストラン。座席は約460席。ディズニー映画、不思議の国のアリスに登場したハートの女王の城がモチーフ。また2006年4月12日まではアドベンチャーランドにあるクリスタルパレスレストランと同じくディズニーキャラクターブレックファストを実施していた。 開園時間から1時間半にわたって、不思議の国のアリスに登場するキャラクターが席をめぐり、キャラクターブレックファスト実施時は、バフェテリアサービスではなく、セットメニューだった。クレオズは、ソフトドリンク屋を扱うドリンクスタンド。かつてはミッキー型ドラ焼き、ミッキースマイルを取り扱っていた。トルバドールタ版は、カウンターサービスのソフトクリーム専門店。 座席は屋内外合わせて約210席、キャプテンフックスギャレーと共有。味はバニラ、キャラメル、バニラとキャラメルのミックスの3種類。パレードルートに面しているのでテラス席に座りながらパレードを見ることも可能。ヴィレッジペーストリーはパイ生地に甘いソースが入ったティポトルタという菓子を扱うワゴン。ソースはカスタード、ブルーベリー、コクラ、スイートポテト、 などがあり、常時2種類のソースがある。季節によってソースの種類は変わる。マジカルマーケットは季節のメニューやソフトドリンクを扱うカウンターサービスのレストラン。2018年4月27日にファンタジーギフトの跡地にオープンした。リンギードリンクはソフトドリンクを主に扱うワゴン。トゥーントーントリーと トーントネトリーッツは、デイジーのスナックワゴンとグーフィーのドリンクスタンドが結合したワゴン。2013年3月18日オープン。一部デイジーのスナックワゴンのメニューを引き継いでいる。かけを除き、スイートクリームチーズプレッツェルを販売している。トゥーンポップは、甘いキャラメルポップコーンを扱うワゴン。ここのポップコーンは、グーフィーの家で採れたトウモロコシを原料としているらしい。 という設定。レストラン扱いとなっているポップコーンワゴンはこのワゴンとポップアロットポップコーンとトゥモローランドにあるポッピングポットだけ。ヒューイデューイルイのグッドタイムカフェはサンドウィッチやピザなどを扱うレストラン。大規模工事を行い、2014年7月1日より屋根のついた座席が大幅に増えた。ポップアロットポップコーンはコーンポタージュポット。 ポップコーンを扱うワゴン。2005年11月1日オープン。以前はトゥーンポップと同じく甘いキャラメルポップコーンを扱っていた。ミッキーのトレーラーはスプリングロール、洋風の春巻きを扱うワゴン。スプリングロールの中身はエッグシュリンプとピザのどちらかから選択できる。夏季にはフローズンロングエクレア、アーモンドチョコレートを販売していたこともある。 トゥモローランドテラスは、ハンバーガーや、フライドポテトなどのファーストフードを扱う、カウンターサービスのレストラン。座席は屋内外合わせて、約1260席。現在は、約1470席。ハンバーガーなどは、プラザレストランでも販売していたが、リニューアルしてしまったので、TDL、東京ディズニーランド内でここだけになった。パーク内最大の広さを誇るレストラン。また、 レストラン内にはステージがあり、キャラクターとのグリーティング撮影が行われたり、スペシャルイベント開催時にはショーが開催されたりする。スポンサーは、日本コカ・コーラ。また、TDS、東京ディズニーシーでもハンバーガーを販売している、店舗が一箇所ある。パンギャラクティック・ピザ・ポートは、ピザを専門に扱うカウンターサービスのレストラン。1989年7月12日。 ランチングパッドの跡地にオープンした。座席数は、屋内外、1階2階合わせて、約590席。以前は、チキンとベジタブルのピザ、ソーセージとマッシュルームのピザに、季節のピザ、トニー店長の、おすすめ、ピザを加えた3種のピザを販売していたが、現在は、ピザ1種、ソフトサラミソーセージのピザと、チキンとトマトのカルツオネ、シーフードクリームのカルツオネを販売している。 ちなみに、世界のディズニーテーマパークにあるレストランで初めて、オーディオアニマトロニクスを導入したレストランである。プラズマレイズダイナーは、宇宙をイメージとした、ライスボールやデザートなどを扱う、カウンターサービスのレストラン。プラザレストランの跡地に新設された。座席数は、2017年7月21日の全区画オープンにより、約590席から増加し、 現在は屋内外合わせて約920席。なお、このレストランには、出入り口が数箇所存在ありどこからでも出入りできるが、混雑時などでは、出入り口が入り口専用、出口専用に分けられることがある。ポッピングポッドは、キャラメルポップコーンを扱うレストラン。以前、トゥモローランドチケットブースだった場所に2004年7月15日にオープンした。 アウトオブバウンズアイスクリームは、トゥーンタウンにあったミッキーマウスの形をしたクッキーで、挟んだアイスクリーム、ミッキーのクッキーサンドイスを扱うワゴン。季節、時間によってはクローズすることもある。2015年12月13日クローズ。ラッキーナゲットカフェは、ウエスタンランドにあったレストラン。フライドチキンなどを扱っていた。座席は、屋外席のみで約400席。 少し奥まったところにあるのであまり混雑しない。ステージが併設されていた。2016年11月22日にジュニアウッドチャックシリーズを題材としたキャンプットチャックエリアのオープンに伴い2015年8月31日にクローズした。デイジーのスナックワゴンはトゥーンタウンにあったプレッツェルを扱うワゴン。また、下記にはミッキークッキーサンドアイスや イタリアンアイストイ商品も販売している。2013年3月17日をもってクローズ。グーフィーのドリンクスタンドはトゥーンタウンにあったソフトドリンクを扱うワゴン。メニューはコカ・コーラやキリンレモン、ペットボトル飲料など。また、冬季限定でホットレモネードを販売する。2013年3月5日をもってクローズ。後地に3月18日に新ワゴン。 トゥーントーオントリートがオープン。アイスクリームパーラーはワールドバザールにあったレストラン。ペーストリーパレスは東京ディズニーランドの開園と共にオープンしたワールドバザールにあったレストラン。後にクローズして1991年11月28日からはお菓子類を販売するショップにリニューアルされて現在に至る。レインボーフルーツマーケットは サンドウィッチやフルーツタルト、フレッシュジュースを扱っていたワールドバザールにあったレストラン。1992年11月3日にシトラスハウスの跡地にオープンした。スポンサーはドール。お店には専用の絞り機があり、絞りたてのジュースを提供していた。1998年6月4日にクローズし、跡地はグレートアメリカンワッフルカンパニーとなっている。 マイルロングバーは、夏はサンドウィッチ、冬はシチューボールなどの軽食を扱っていた、カウンターサービスのウェスタンランドにあったレストラン。座席は屋内外合わせて、約660席、ハングリーベアレストランと共有。スポンサーは、ハウス食品。一時期は、自動演奏のピアノの演奏なども行われていた。ハングリーベアレストランの座席拡大のリニューアルに、伴い、2010年。 平成22年1月5日の15時ラストオーダーを持って閉店した。スモールワールドレストランは洋食や中華料理のメニューを扱っていたファンタジーランドにあったテーブルサービスのレストラン。1987年3月9日、コーナーズフードフェアの跡地、It's a small world の向かって右側に位置するにオープン。ディズニーキャラクターブレックファストを実施し、 スペシャルメニューとして、ハッピー、アンバースデーケーキが登場した。これらは後に、クイーン・オブ・ハートのバンケットホールに引き継がれた。1998年11月13日をもって、クローズし、現在の跡地は、プーさんのハニーハントとなっている。アルパインハウスは、サンドウィッチを扱っていた、ファンタジーランドにあった、カウンターサービスのレストラン。1985年3月20日に、 アイスクリームファンタジーの跡地でオープンした。現在はクローズしており、その跡地にはクイーン・オブ・ハートのバンケットホールがある。ランジングパッドはトゥモローランドにあったレストラン。跡地はパン・ギャラクティック・ピザ・ポートとなっている。スペースプレイス・フード・ポートはサンデーを扱うレストラン。アトラクション、スター・ジェットの1階部分にあり。 全席テラス席だが屋根がついているので雨のでも座れる。かつてはスパイシーチキンやサーモンのラップサンドを販売していた。トゥモローランド再開発により2017年10月10日にクローズ。この時10月1日から10月10日までの限定で同時にクローズするスタージェットのラストフライト限定ロゴが店のレシート使われた。ライトバイトサテライトは チュロスの販売を専門としているチュロス専門ワゴン。ハニーレモンチュロス、ストロベリーチュロス、メロンソーダシュガーチュロスなど様々な味のチュロスを販売していた。トゥモローランド再開発により2017年10月17日にクローズ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。